曲を吹いてて、次の音があの低音だったりとかして、あの急にかすったりとか、あの音を外したりするっていうことがあるかなと思います。結構よくある現象なんですけど、まあ、なんで起こるかっていうと、あの低音とあの真ん中の音域の運指が全く一緒というか、左手の親指しか変わるだけしかない時、例えば、まあ、何の音を言うかというと、そのゲーとかアーとかですね。とか、なんかこの辺りの音、ゲーとかアスとかアーとかですね、その辺りの音ってあのほぼ運指が一緒だから、自分のその吹いてる時の息のスピード感とか、あと方向性とか、あと次の音が何なのかっていうのをしっかり思って吹かないと、まあ、要は狙って吹かないと、あの音がひっくり返る原因になっちゃうんですね。で、よくあるのはこういうなんか混ざったような音。次の音は何なのか、次の音はあの、オクターブ上の音だっていうあの気持ちをというか想定をきちんと持った上で吹くようにすると、そのイメージがしっかりはっきりこの頭の中にあるだけで、次の音がひっくり返るってことはないです。なんでかっていうと、次の音が分かってるから、その音に合わせた息のスピード感と、あと息のその量っていうのを自然と体が調整してくれるようになります。これが想定していない音とか、まあ、何も考えずにポンって行ったりとかしちゃうと、さっきみたいに音が裏返る原因になります。で、下の音と真ん中のオクターブ上の音の違いとしては、息の方向性が主に違います。下の音を吹くときは斜め下方向に吹きます。息を入れるのはこっちの方向。で、真ん中の音を吹くときはやや角度的にはやや上。こっちとこっちですね。これができてない人が多いから、割とこの裏返っちゃうよとか外しちゃうよとかかすれちゃうよっていう人が多いのかなっていう感じはあります。レッスンやってる時とかも結構そうなっちゃう時、瞬間がある人も多いので、皆さん気をつけてもらえるといいかなと思います。オクターブで指が一緒の場合、左手の親指を離すだけとかの時は特に要注意なことなので、皆さん気をつけてみてください。なんかピッて、明日特にピッて言うなと思ったら、ハーフホール開けすぎに注意です。だからちょうどいい具合っていうのは半分ぐらいです。で、こう開けるっていうのもどうすればいいのっていうのがあると思うんですけど、ずらすイメージ、瞬間的にずらす。例えば F からゲー、開放の指、真ん中の開放の指からゲーの時に